7月29日日曜日、阿劇の皆さんが心待ちにしている大西神社の大祭八幡祭りが行われました。毎年2日間かけて執り行われる八幡祭り、今年は台風の影響でこの日のみとなり、大人みこしや子どもみこし、そして女みこしが入れ替わりで町を練り歩きました。まずは子どもみこし、今年の担当は東間地区でおよそ230人が参加。小学生の一人は、大人みこしに負けないよう大きな掛け声で頑張りますと意気込んでいました。そして暴れみこしとして有名な大人みこしです。今年の担当は北間地区のおよそ270人の皆さん。中には今年新社会人になった人もいて、このように地元に大きな祭りがあること自体が自慢です。大人になってみて八幡祭りの魅力や大切さがよくわかるようになりました。今日は皆さんと一緒に伝統の祭りを盛り上げたいと思いますと話していました。毎年たくさんのグループや団体が出演するお祭り広場もにぎわいました。中にはあげきっこの1歳から高校生までの20人の皆さんの舞台もあり、こきりこ節や花笠音頭などを披露していました。そして県内外の小学6年生から44歳までの37人がいい思い出にしたいと参加した女みこし。初めてみこしを釣る人も多くいましたが、威勢のいい掛け声が街に響いていました。午後8時、祈祷を終えた大人みこしがお旅所を出発し、勇ましく街中を練り歩きました。多くの人が迫力のある暴れみこしを間近で見入っている中、大字阿劇自治会長の近藤俊幸さんは、阿劇の皆さんの心が一つになるこの八幡祭りを末永く後世に引き継いでいきますと話し、3つのみこしの共演となった今年の八幡祭りを見守っていました。